はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。今回ちょっとね、バドレックスをなんとかうまく使いたくて、バドレックスを絡めたね、受けサイクルを組んできましたね。ザシャン軸に対しては基本的には、バドレックス側有利と。ザシアンをただバドレックスで見るのって後出しができないからほぼ成立しなくて、ウラオスの存在も考えると、結構難しいと。スイ君出したいけどな。ガモスを誰で見るかって話で、スイ君引いてホエールで一回は流せると思ってて、そうなると裏無動になる。いやーでもウフロス誰も浮かんないぞ、それは。いやーでもバド対面で気合い入れて、無動で処理っていうルートも取れるから、多分、バドレックス無動スイ君が一番丸いか。ガモスがちょっとどころじゃないぐらいで重いけど、できれば無動から入って、でステロ巻く展開でゲーム始めたいかな。いや、嫌なのはね、初手、ラグから来る場合なんだけど。こっち通るかな。多分スイ君から入った方がいいんだよな。スイ君から入ろう。受け6の構築って、すごい安定感があるかっていうと、それは、本当かって話になるけど、かなりね、いいんすよ。ただ、難しいのが、そうね、結局無理なものは無理っていう。ただ、じゃあ無理なものをいけるようにするってなると、攻め側を取り入れたりとか、いろいろ形が変わるんだけど、そうなると、本来受けれるんだけど、受ける動きじゃないルートで処理しなきゃいけないから、きつくなるみたいなのがね、出てくるわけで、それが難しいんすよね。ここは熱湯からでいい。アーシフの助け剥がせるなら美味しいのと、引いてくる、ミミッキュ引き、めちゃくちゃいいショットなんだけど、これ。裏雑誌なんでしょ？無動に誰も勝てなくね？それ こういう感じで、相手がミスってくれる場合もあるね。あ、だからこのミミッキュの方がまだわかんないから、なんとも言えないね。ただ殴るやつだったとしても、そうじゃなかったとしても、ネットを押しておくのがおそらく一番、アドになるかな。呪い、めんどくさいんだけど、見てから引きたいのと、焼ければかなりでかい。呪い持ち。身代わりとかケアで出てきたのかな。身代わり、いやでも身代わりを多分、貼れないところまで削れないってことだから、所定で出てきたって言われました。あの裏はさ、十中八九スカーフだと思う。あ、じゃあ、鉢巻きとかじゃないと思っていいっていうか、また好きかな。で、ここ痛み分けのターンでしょ。スイ君で焼きたいとこだけどな。無動で痛み分けもらって、ステロ巻いて。ザシアンはいけるか。ザシアンの先制技はね、バドレックスに通んないから、対面負けなくて。で、ステロ、ガモス考えると早めにステロは巻いておきたい。痛み分けしてくる。で、ステロ巻いていいか。ステロマイちゃんして、呪い痛め分け、アットニーが見えないけど、影打ちあっても助け立てに1回は動けるでしょ。で、それで C 上がるんだったら止まんないから、それもそれでいいと。まずいのはとにかくウーラオスかな。どっちかに助け使いたくないんだよな。助けなしでどっちか処理できると、それがベストなんだけど。ここ無動捨て気味で吹き飛ばしていいか。で、ウロス出てくるなら、無動のこと殴んなきゃいけないから、それはそれで都合がいいと。無動割と処理したいと思うんだよ、相手して。これでスイ君のネットで取れる。誰出てくる？アーシフ。ステロ入るから、不意打ちがちょっとうざいぐらいか。スカーフはただないと思うんだよな。無動残んないか。ここバドレックスでいい。で、これで、バドレックスが、バドレックス何が強いってね、C が上がるんですよ。S がターでさえ早いくせに。ここは打ち合えるから。スカーフケアしていきなり殴った方がいいか。不意打ちケアするんだったら一回身代わり張ると、面白いんだけど。ここはでも結構タクだけど、こっちタスキ。あと、これあるからタスキないとちょっとね、ミラー考えても。タスキあってやっと、
ゲームが成り立つかなぐらいなポケモンだと思うんで。タスキで耐えて、まあ相手不意押してたから、これは身狩り押したら後だったんだけど、まあ言ってもしゃあないか。とりあえずこれでアーシフ死ぬでしょ。このためだけに、ドレインキス入れてるまであるからね。で、こっからミミッキュの影打ち耐えないから、多分耐えないんだよね。なあ、まあそこが難しいかな。水君引きに、いろいろ打たれるとめんどくさくて、水君が引けるんだったら楽だけど、ああ、ここガモスなんだ。じゃあ勝ちだね。多分ミミッキュ影打ちないんだろうね。で、これステロ入るから、仕上がってまあバドが止まんないルートを作れると。いや、いいな。ああ。こういうゲームやりたいわ。上手くないとできないから難しいけど。はい。じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。バドレックスの何がいいってさ、めちゃくちゃ多い、雑誌に強いことだよな。で、この試合はバンギが辛いんだけど、まあ無動のステロ絡めて一貫作りたいのと、ドヒドイに対してかなりやりたい放題できるから、まあバンギ引き前提でゲーム作りたくて、で、バンギとゴリラがまあきついからそこに無動引けばいいでしょ。で、ザシャに対しても無動引きでよくて、ステロで一貫作れるから、で、積みに対しても無動ケアできるでしょ。やりやすいっちゃやりやすいな。ああ、そしたらまああとサンダーが、まあまあめんどくさいから、ラッキー投げるか、まあステロとトリック絡めていじめに生きるピクシー持っていくか、けどザシャン出されて、うざいだけの話はあるな。ラッキー。ラッキーで自破巻いてもまあ割といいか。ドヒドに対して一回ラッキー経由して、そっから引く動き。あー、ピクシーの方がいい気もするけどな、まあ、とりあえず初手サンダーに有利取られたくないからバドから入りたいけど、無動も出したいな、初手。まあでもバドかさすがに。バド無動。いや、割とこの2体でもね、いけるっちゃいけるんだけど、まあ無動が振り取った時にどうするかって話かな。まあラッキーで投げ絡めてバド着地すればいいか。いけるっしょ。この試合とにかくバンギラスを削ってバドレックスを通すゲーミング部だから、そこなんだよ。ここ多分ステロでしょ、初手でできて。いや、てか僕が受け側使ってる時にさ、バドレックス相手必ずバンギから入るんだからさ、僕は無動から入るって話よな。無条件でステロ巻いて相手の裏と当たって、プレスでバンギ結構やばくなっちゃうから、引くしかないんよ、相手。それでよかったな。でもね、どうなんだろう。これを乗り越えてなお、こっちが有利な展開を持っていけるんだったら、その初手読みのバカらしいことしなくていいから。あー、はい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 。まあ、これも割といいかな。この無動の仕事って、ステロ巻くことと、まあ、バンギとかそういうの最低限受けることと、あとゴツメ絡めてザシアン削って、バドレックスの圏内に入れることだから、まあ、仕事としては悪くない。こうステロ巻いて、出てくるポケモン次第では吹き飛ばしが有力になると。ザプロス出てくる。これにステロ巻けたのはでかいか。次、ボルチャン押してくるのに対して、まあ、回答になるかな。で、ラッキーでもバンギは削れるんだよね。いや、でもちょっと、無動失えないな、さすがに。いやー、無動がね、削れちゃってるからね。あ、削れ、麻痺ってるからね。それが怪しいな。ボルチェン、まあまあまあ、そうだよね。まあ、ザプドス出てきてるから、ラッキー投げたのは正解で、まあ、多分、ザシアンがここ出てくるんだよね。相手は殴りに行きたいから。うん。まあでも、ステロ巻かれてるよりマシかな。デンジャーもらってる方が。ステロ一回入る。なんでね、あと僕が無動でザシアン見たかったかっていうと、無動が弱いんだよね。それがあるから。で、いやでも無動死ぬぐらいやったら、こうラッキーでさ、ザシアン削った方が、利口な話あるよな。なんならデンジャー入れる？ザシアンに。いやーでもそれはさすがにサンダーに対して、いやでもサンダーにはさせるでしょ。いやでも多分結局削んなきゃいけないのバンギじゃなくてこれザシアンとかだから、無動引きだな。で、無動が2体見なきゃいけない、結構役割過剰な状態になってるのと、砂さえ消えればタスキ立てにして2回
またぶち込む手あるかな。インファに出したのはまあまあでかい。砂ターンうまく調整して、5つ目入る。砂ここ最後しよう。ここだから相手引けないと思うんだよな。羽を、いや、ちょ、動いてほしい、マジで。インファレンダ耐えるっしょ。あ、オッケーオッケー。で、ここ多分相手次サンダー引くから、釣りに行って投げを通すと、まあ、削れてのまあまあいいゲームになるんだけど。でもまあ5つ目打ててるから、入ってるから、まあサンダーにボルチェンされる前提で。いやー、こうでもサンダー引きかインファかでしょ。バンギが出てこないから、こうバド引くわ。インファに着地したら、こうアストラルビット通るから、それはそれでいいんだよね。ザプドス引き。で、無道の2回5つ目まだ入れれるっしょ。いや、ザプドスがここまで削れるんだったら多分、無道が割と動きやすいんじゃないか。うわー、ここバンギ読みでめちゃくちゃドレインキッス打ちたいな。まあ、1回身代わりでケアする話もあるけど。回電波とかを、いやー、多分さすがにこうバンギ引くんだよな。ドレインキッス打つわ。うん。バンギ削ってもいいゲームになるかもしれない。ステロ一回入るでしょ。いや、でもここで無動着地できると、羽休め押し放題だから。まあ、悪くないっちゃ悪くない。サンダーは限界あるから、ステロ負けてるおかげで。この無動僕強いと思うんだよな。硬すぎる。助け潰れただけじゃん、バドレックスの。ああ、そのバンギか。このバンギ電磁波めちゃくちゃ入れたいな。だサンダーに対して僕ラッキー一生着地できないな。とりあえずここ積んないでほしいんだよね。釣られてるとまあまあめんどくさいどころじゃない。ここサンダーやめろマジで。捨てろ。とうとう巻いてきたか。これで、まあ、僕視点は、受からなくなったと。相手の裏が。ここ多分、釣りに行っていい。うん。ダシャンじゃないんだよね、出てくんの。ザプロスだよね、そうだよね。これでステロもう一回入って、ザシャンに電磁波入るならそれはそれでいいか。いや、投げたいか。どうせインファタクになってるから。多分投げ打つ方が正解で。どうせ5つ目2回と投げ、多分さすがに死ぬでしょ。バンギだったら見てから電磁波打てばいいから、投げに行っていい。普通に跳ね。はいはいはい。まあ、1回はそれ経由するか。こいつこれで跳ね休めすんのが強いんだよ、マジで。5つ目か、だるいな。ザプドスでももう1回跳ね休めしときたくね。海に行くわ。ちょっと通ってくんね、ここの。あ、オッケーオッケーオッケー。まだある。まだあるけど。いや、引かせないと始まんないな。裏に電磁波通んないしな。ラッキーマジでサンダー殺せないのが弱いな。ここ勝てないのが弱いな。僕、無動まあまあ削れてて、バドも砂1回分でしょ。いやでもラッキーでかいから多分ザプロス削って終わるんだったら勝ちなんだよ。いやーでもどこまで行っても5つ目がだるいな。暴風。まあ、そっちは多少そういうことやりたい放題できるよね。投げて。ついに引く。いやーちょ、5つ目サンダーだる。もう一回投げてバド引くか。あ、オッケー、ボルチェンで引いてくれた。でかい。相手多分このまま TOD でもよかったはずなんだけど。これラッキー疑ってもいいな。いや、極悪だな、歌うラッキーは。オッケー、ダシャン出てくれ。ここマジで動けよ。いや、5つ目2回じゃダシャン死なねえわ、さすがに。で、僕サンダー突破できないから。まずい話ある、だいぶ。とりあえず動け。オッケー。
いや、あと5つ目2回で落ちるくね。ここ多分ね、バト読みでインファ打てないと思うんだよ、相手。居住山とかでもラッキー取れる圏内だし。まあ、バト出てくるのに対してはバンギー引いてまだ間に合う話あるけど、その後ザシアン着地がもう絶望的だから、多分ここでやると思うんだよな。オッケー。いや、結局これ安定してないな。ラッキーが不安定要素になってるっていうか、サンダーが悪い跳ね休めが。まあ、これはサンダーの通常の話なんだけど。ここはこれで11ならそんなに悪くないか。跳ねで。相手は多分ザシャンで無動を取って、バンギ通せばいいっていう考えだと思うけど、あのバンギはおそらく火力絶望的なやつだから、ラッキーで見れるんだよね。そうなると、TOD で多分勝てる。ザシャン一目とまあまあでかいから。うん。いやなんかバドレックスにもうちょい工夫が必要だな。バンギラスとかで簡単に止まるのが、あまりにもいただけない。いやでも僕がバンギ使ってた時も、そうだけど、いやバンギ以外は何使ってもさ、バドレックス全然止まんないんだけどな。なんか話おかしいよな。どっかでなんかおかしい話になってる、マジで。バンギからまあ来るよね、そりゃ。どっちでもバンギ安定だしな。技構成が、ステロ電磁波でしょ。まあまあ、だるい技構成してんだよな。ステロ電磁波、バックが入ると多分、ちょっと貧弱になると思うけど。さすがに海から入りたくて。砕きか。これ受かるんだよね、多分。買った。バケモンじゃん。砕きってことは、バドレックス身代わり残しに行くムーブ、まあまあ。いや、でもボルチェンで割れるか。てか、砕きで突っ込んでくんだったら電磁波打ったぞ、僕。さすがに。これ TOD 勝ちだから、ここサンダー引くなら僕一生電磁波打ち続けて勝つんで。そっちも電磁波してくる。一回殴って硬さを確かめるんじゃねえよ。ダメージ計算すればわかるだろ。オッケー、動く。これで多分バドレックスが通るかな。最後。時間さえあればの話だけど。まあ、サンダーに対して着地できるか問題があるけど。いや、でも相手多分バンギー少しでも回復したいよな。ここ投げたろ。砕き。やべ、次耐えなくなっちゃった。あ、どっちみちまひってるから。大丈夫です。でもこれは麻痺が入るからね。身代わり残していけると思うんだよな。まあ、麻痺運ゲーではあるけど。でも相手もここ麻痺るんだったらさ、卵産みしときたくね。お前麻痺んなすぎだろ。こっち一回麻痺ってんだからお前は麻痺れや。いや、さっき卵産み抑えで投げ押したのはマジで関係ないからね。麻痺ってるから。あれプレミとかじゃないからね。起きること変わんないんだもん。技は多分、砕きと、電磁波、磁波ステロ、砕き、アット1でしょ。まあ、ロックブラとかなんかな。ただ、ロックブラはワンチャン身代わり残るし、外しもあるし。いやー、まあ、麻痺ってもらわないと困るな。ちょ、バドレックス今から残飯持ってこい。どっかから借りて。ご近所さんから借りてこい、マジで。麻痺らない。いや、結局麻痺運ゲーにかける感じのゲーム展開になるんか。なんかドレインキッスよりこの辺にもうちょいダメージ量出て負荷かけれる技の方がいいな。バンギとかそういうのに。こっから身代わり2回チャレンジできるからかけます。身代わり託した。ちょっと頼む頼む頼む。おぉ、一回ぐらいまひれ、マジで。一回ぐらいまひれ。もう二回チャレがあるね。ちなみに。いや、ウロス考えてドレインキッスにしたのはさっきの試合生きたけど、ドレインキッスが弱いな。身代わりは悪くないと思うんだけどな。それか技範囲4つにするか。ダイマックスないから別に補助技無理に入れる必要もないし。やべ、マジでまひんね、こいつ。
だって僕のラッキーさっきまひってなかったら、あそこさ、卵の飯だから、まだ突破されてないからね。それはおかしい話ですよ。ちょ、ここ頼む、頼む、まひって、マジまひって、マジでまひって、お願い。それか、今から気合玉覚えに行って修行して。ねえ、もう全部動いてんじゃん。おかしいでしょ。納得いかん。バドレックスの技を工夫して組み直したな。お疲れっす。